皆さんこんにちは本日はおっ幡城,城は現在の埼玉県比企郡嵐山町にある場合昔の武蔵の国やねアクセスとしては鉄道駅からは徒歩1時間半くらいかかるけんが公共交通機関はバスになるね駐車場は見当たらんかった概要欄に記した参考文献の日本城郭体系におっ幡城の説明のあるとけど 発掘調査がされた方が執筆されとらすという貴重な資料になっております。ここでは、オッパ城について、日本城郭体系から一部は抜粋します。詳細な縄張りや発掘調査の成果については、ぜひ原文はご参照いただければと思います。オッパ城は、発掘調査による移行の検討の結果、 あくまでも物見の取り入れとして西暦1500年前後に築かれたものという結論の導き出されております。追っ端城は記録の存在しとらんでわずかに新編武蔵の国不動機構に伝承の記されているものの同様の記述が杉山城にもあって繁然と遷渡されております。昭和52年に 関越自動車道の建設に伴って発掘調査の実施されてその実態が初めて明らかになったオングルは2のクルは、3のクルは、つなぎの平場によって成り立っとることそれらは極めて小規模であったことさらに少量出土した遺物によって戦国時代に機能しとったことが判明しております昭和54年に発行された日本城郭体系には航空写真のある時ど 当時はまだ城の形はとどめとるように見えたやけど令和の今関越自動車道で大幡城は分断されとって城も削り取られとりますさらに不運なことにやぶの石ゲットって見学できん箇所が多くあったそれでも大幡城が確かに存在しとったこと示す石碑とか城の名残がわずかに残っております 大畑城の周囲には杉山城とか城の多くある県が埼玉県比企郡にお越しの際は寄ってみてはどがんでしょうかご視聴くださってありがとうございます